あいつをどうするつもり？まずは入り口探すのが先。それじゃあ、あのはしご掴んで行くよ。手を挙げて、そこから離れて、さっさと離れな。なあ、いいか、考え直せ。こっち見たら殺す。弓で狙ってて、床に伏せな。人思いに殺したいだろう。クズども。ジェシー、立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つよ。ダメだ、エリー、早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。あんたは黙って。クソ、サホロ。待って、分かった。武器を捨てて、早く捨てろ。ほら、エリー、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに、全部ぶち壊した。待って、やめろ。おいで。ここにいて、逃げられないように見張ってて。逃げんじゃないよ。
アービン。ほら、ジェイジェイ、どうしたの？ああ、よしよし。ね、大丈夫。いい子。リーナ！キッチンにいる。ああ、いたずらっ子たち。何してたの？リーナ、食器洗いありがとう。じゃあお礼に音楽かけてくれる？音楽かけよっか。ブギウギ聞きたいの？いいよ。この曲大好き。ママって何でも喜ぶよね。はいはい、おっしゃる通りですよ。ちょっと、何なのそのステップ。これのこと？それ。おお、ママのダンス見て。すごい。おお、ほら、こっち来て。これ結構好きかも。変態。知ってる。ほら、ちょっと邪魔しないでってば。ダメ。
ちょっともういいから行って。はい。あーね、オリーがまだ外にいるかも。中に入れてくれる？うん、もちろん。ちょっと散歩する？あー、オリー、こんなとこにいたの？捕まってて。ほら、乗れたよ。綺麗でしょ。ああ、そうだ。そのうちギターを教えてあげる。大きくなったらね。それとおもらしする癖治ったら。まあいいの、みんなするから。よし、ジェジェ、ママに会いに行く？干してくるね。腰痛。手伝う？うん、駅羽織るもの持ってこようか。うん、駅だよ。また？やめてほしいの？ねえ、どうする？ほら、おしまい。もう行って。撫でてみる？ほら。いいよ、撫でて。おー、ダメ、もっと優しくね。こうやって、そうそう、ほら。ねえ、何？変わるよ。羊を野屋に入れてくれる？ああ、このままでも平気。本当？うん、ディーナは休んでて。ありがとう。はい。ほら、ちゃんとかけて。お風呂にも入れたいし、遅くならないでね。あたし、羊マスターだよ。羊ども、納屋で晩ご飯が待ってるぞ。ほら、おいで。スノー、納屋行くの。デイジー、行った行った。うわ、羊がたくさん。何匹いるのかな。数えよっか。1匹2匹。眠くなってきたからもうおしまい。ユージーン、ほらほら、中入って。トト、のんびりしない。はあ、絶対羊多すぎだよね。ねえ、何匹か食べちゃおっか。おやつだよ。寒くない？それじゃあみんな、また明日ね。こら、ダメでしょ。ほら、おいで。エリー、
丈夫。深呼吸して。ダメ。ジェイジェイをこっちに。ほら、大丈夫。ごめん。何があったのか。私はただ。何も刺激なかったし、どうどう、誰を乗せてきたの？エリー、どこいたの？カリー、思ったより手こずっちゃって。誰？まあ、とにかく入ろう。おい、言って、お前握力強いな。トミー。おお、来たか。その子は私が。おいでー。よいしょっと。ほら。ああ、大丈夫だ。元気？久しぶりだね。ああ、元気か？でかくなったな。でしょ？筋肉の塊なの。ねえ。街はどう？マリアは？元気だよ。少し。距離を置くことにした。うん。そっか。まあ、いろいろ話し合った上で、二人で決めたことだしな。ほら、座れよ。見せたいものがある。ここんとこずっと探りを入れててな。ある話を。新入りから聞いた。そいつが言うには、ある女とカリフォルニアで取引したことがあったって。その女は図体がでかくて、顔に傷跡のある子供を連れてたらしい。海岸沿いの座礁したヨットで暮らしてるって話だ。ここでな。絶対あいつだ。もう終わったことでしょう。ごめんね。悪いけど、いいか。俺はいけない。分かってる。
そうかい。ここでのんびり暮らしてりゃ奴のことなんか忘れちまうか。復讐してやる。トミー、ジャクソンに戻った時そう言ったよな。トミー、がっかりだ。この子をお願い。うん、ほら、ジェジェ、おいで。ちょっと、さっきの何？別に。どんな目にあったのか、分かってるでしょ。あれ、さあ俺に誓った。だったら何だって言うの？ああ、そうだ。お前にとっちゃその程度。いい。なんか本変わるなら言ってみろ。何が楽しいんだか。同感だね。お前のおやすさんにどやされたよ。なんで？ん？ああ、パトロールのダメだし、ここは危ない、あそこは行くな。お前が当番だとマジうるさくってさ。すごい。あいつ、目立ってんな。どうせより戻すんでしょ。2週間ってとこ。ありえないね。あいつ何か言ってた。やっぱ1週間。エリいたの。遅刻だよ。ちゃんと来たでしょ。よ、どうも。行こう。朝一で出発だからな、忘れんなよ。はい、ボス。うわ、ひど。なあに、なんか文句ある？ねえ、すっごく気になってることがあるんだけど。私かなり臭い。そうだな、生ゴミって感じ。あっさ。うわ。これでどう？だな。好きなくせに。釘付けにしてるよ。
エリーを見てるんじゃない？それはない。嫉妬してるのかも。ただの女の子なんて怖くないでしょ。それは違う。あなたが一番怖いのにね。おい、家族で来てんだぞ。ごめん。ごめんって。子供たちだって見てんだ。そういう自分はいいお手本なわけ。勘弁してくれよ。口達者なレズとはね。今なんて言った？エリー、エリー、ダメ。とっとと押せろ。俺に触んじゃねえ。二人とも、やめて。さあ、ほら、外に出て。あいつらは。もういいから。風に当たってこいよ。まあ、平気か。何考えてんの？あんなひどいことを。自分だって助けてくれなんて言ってない。そうか。エリー、ディーナ、あの子久しぶりにぐっすり寝てる。疲れてたし。ええ、でも平気。もう寝よう。朝また話そうね。終わらせなきゃ。なんでトミーのためにそこまで。眠れないし、食欲もない。ティーナにはわからないよ。何それ。私だって辛いよ。でもあなたとあの子のために耐えてるの。愛してる。だったらここにいて。行かなきゃ。じゃあ何？ここでただじっと待ってろってわけ？一体いつまで？もうあなたは死んでるかもって思いながら。私は死なない。ジェシーだってそう思ってたはず。ジョエルもね。ねえ待って、エリー。ねえお願い。私たち家族でしょ。あんな女が家族より大事なの？私はもう行けない。分かった。